と誇りを欲しいって自分が望んだわけでしょ。うん、そうだから与えてあげますよって寄ってくるわけでしょ。うん、与えてあげるけどこれしてねって言うわけでしょ。うん、あ、そうくれんやったら俺やるよみたいな感じになっていくんですよ。うん、大丈夫です。すいません、月末でお忙しいですよね、結構ね。いや、月末で忙しいってことはないねんけど、ちょっと考えることがいろいろ、最近、ほれ、あの、微生物みたいなやつとか、はい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 。あの、何やったっけ、はい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 、あの、成虫みたいなやつとか、はい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 。あれちょっと研究してるっていうか、面白いから、朝の5時ぐらいから調べてるから、なんかもう。なるほど、頭の中が変な感じなん。僕はあれですよ、あの最近1万6000ぐらいっていうでっかい本買いました。どういう内容の？ね、こういうでっけえ幸運の法則っていうでっかい本買って、これでなんかすごいなんか経営者のみんながなんかおすすめだっていうから1万6000ぐらいするんで、これざっくりと読んだんも。いや、まだあの最初の 2割ぐらいしか読んでないですけど、まあ、単純にイメージ力が強いですよみたいな、そういう話だから、まあ、ちょっと騙されたと思って全部やってみようかなとは思うんですけど。それで今日は何日かな？今日は29ですね。はい、8月の。一気に秋らしくなりましたね。だいぶね、だいぶ昨日も僕ずっと外にいましたけど、外でちょっといろいろとお客さんと打ち合わせとかもしてたんですけど、うん、意外と普通の気温になってきましたね、だいぶね。涼しくなったやな。むしろなんか家の方が暑いんじゃないかって感じです。はい、じゃあ今日も始めましょうか。はい、始めましょう。よろしくお願いします。なんか、山火事多いよね。なんで急に山火事なんですか？山火事多いよな。まあ、山火事じゃ自然なことだから、自然ってやかなってところもありますけどね。自然なんかどうなんかなみたいなぐらい。ね、ほんと、ギリシャも燃えてるし、どこやったっけ、あとカナダ、はいはいはい、でトルコ、はいはいはい、なんかあっちゃこっちゃで山火事やってんだけど、これ、いろんなとポッ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 って感じで、ね、なんかね、なんか山に火つけたい人が多いんよな、なんかな。何をしたいんかよく分からんねんけど。そうね、最近ほんとね、なんでやっぱりそんな火つけたいのかなみたいな。うーん、ね、なんででしょうね。でも山火事って、まあ、人間が火つける以外自然的な、まあ、こともあるじゃないですか、普通に考えて。だからそれは気温だったりとか環境だったりとか、そういうのも全部含まれてんだと思うんですけどね、どっちかっていうとね。まあでもね、はい、避難させないもんな。そうですね、あれがわからんなみたいな。もっとね、避難させないとか、あとなんだ、警報が異常にその遅いとか、はいはいはい、何なんでしょうねみたいな。確かに何なんだろうなって感じですね。まあええわ。それで、はい、あのね、まあこの間言ったっけ、何したっけな、あの福島県のあの原発、東電のこれ話はしてないですよね。汚水、あれ処理水じゃんわな、汚水やわな、汚染水やわな、あれ。まあまあまあ、福島の話が出てきましたね、はい。あれね、はい、あれ、はい。このままでは終わらんよ、あれ。どういうことですか、終わんないっていうのは。いや、あれをきっかけにいろんなことが、これからドタ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 。シューパーンってまた花火みたいな感じですか。いやもうだからいつも言ってるやんか、もう中国共産党戦争しませんって言ってるのに、ああやって煽るんよな。また喧嘩状態に持っていくとかな。で昨日か一昨日ぐらいから何やったっけ、中国への渡航は十分気をつけるようにみたいな、うん、あんなん出したりとかな、外務省かな。あんなことばっかりしてな、煽るわけよ一生懸命。うん、まあただまあこれね、中国だけに限らずな、まあ朝鮮半島と中国だけに限らずな、多分これ、うん、もうちょっとネタにされるかな。うん、やっぱり北太平洋、これひょっとしたら南太平洋まで騒ぎ出すぐらいのなんかネタにされるかもわからんな、今回のやつかな。で、あれ
あの汚染水、全部海洋放出完了までやっぱ30年とかな、俺、汚染水、50年かかると思うよ。うん、これはちょっとただごとでは終わんと思うねんけどな、あでもね、東京電力に中国の嫌がらせの電話は6000件だったんですね。はあ。あのね、いや、だから、そういうのってみんななんか知らんけど、うん、いや、中国から嫌がらせがとかって言うんですよ。うん、ネタなんで、だから、みたいな話ですよ。うん、だから、本当に戦争したいのはどっちなのよっていう話なんよ。うん、でね、これ、まあ、世界的にっていうかな、外国から見るとな、まあ、外国ってもいろんな国あんねんけども、はい、まあ、逆の見方、いろんな国から見ると、もう今ね、どっちかっていうとね、世界で唯一戦争モードに入ってるの、日本だけなんですよ、もう。いや、もうみんなやめるって言ってんのに。はいはいはい。な、俺、昨日、おとついかな、おとついでね、はい、パベルさんっていう人がおってね、これ、はい、ロシアの人やねんけどな、ちょっと、はい、してたんですよ。まあ、彼、はい、日本語全然話せないし、英語、たどたどしいんやけど、はいはい、ちょっと話しとってんけど、いやー、なんで日本はそんな戦争したがるんだ、みたいな話言われるからね、やっぱり。そうですね。唯一日本だけが戦争だって騒いでるんですよ、これな。うん、もうなんか変な方向へ行ってんのよな、なんかな。うん、まあ、これやってるのはメディアっていうことなんやけど。うん、でね、あ、面白いですよ。あの、ロシアなんかな。あの、NHK はもう見れなくなってるからな、日本の。フェイクメディアっていうことで、もう一切見れませんってなってるんだな、これ。なるほどね。はいはい。ロシアではね。はい、ああ、面白いな。まあ、朝のニュース、これぐらいでいいかな。今日、あと、まあ、あれ、この間、ほら、ドイツ銀行うんぬんかんぬんって言っとったけど、まあまあ、はい、表には出てきてないけどね、やっぱもう、今っていうか、はい、そろそろ終わりましょうっていう方向来たな。だから、ECB な、はい、中央銀行がうんぬんかんぬんっていう話じゃなくて、はい、まあ、ドイツ自体がもう出るユーロからみたいな話をしましたな。だから、あれ、マルクに戻ると思うわ。うん。戻りますか？戻ると思う。そんなに時間かからんと思う。まあ、長くて2年はかからんな。長くて1年半。はいはい、早くて今年の終わりぐらい。はいはい、というか年明けぐらい、2024の頭ぐらいに、多分バルクに戻るかもからんな、うん、はい、だからもうドイツがそのユーロ圏から出ると、もう EU ダメでね、ちゅうか、EU じゃなくて、ユーロがダメやな、もう。はい、うん、だもう当然、ドイツがマルク行きますって言ったら、フランスもフランに行きますってなるから、これ、はい、うん、ドイツ、まあ、フランスはちょっとどうか分からないけど、ドイツは本当、そういう話が出だしたな、やっぱり。なるほど。前回の戦争では、まあ、ナチということでね、はい、うん、やってたけど、今回はなんていうかな、ナチにやられますから、ドイツは、このままで。ネオナチにドイツは潰されてしまうからもう出ますみたいな。だからねえ、ナチスねえ解体できてたよかって、まあそれは大日本帝国も一緒なんやけど、はい、うん、解体しきれてない、うん、しきれてないというか温存したというか、置いてマークのナチスもそうやし、大日本帝国もそうやし、うん、旧ソ連か、ソ連崩壊の時もそうやし、あれ、まあ、はい、旧勢力みたいな、そのまま温存してたってことですわな。で、まあ、その温存してた勢力を CIA なんかが、まあ、CIA のもと、イギリスみたいなもんやねんけどな、CIA なんかが動かしてたっていう形。だから、これ、日本も大日本帝国を使った統一教会みたいな話になってる。どうしても CIA ですからね。だから、ヨーロッパのポーランドとかにいっぱいおるネオナチみたいなやつ、あのウクライナにおる、はいはい、あの日本でも実は CIA みたいな話だった。もうねえみたいな、どこも変わんねえな。まあ変わんないなっていうところですかね。まあ今回終わんねえけどな、ちょっとあのドイツが出ていくっていうのは見えてきたね、話が出てきたな、うん、はいはいはい、ということは前にこの動画で以前愛ちゃんに質問されてお答えしたんやけど、これね、あの世界的に中央銀行一回やめますよ、やっぱこれ、うん、今の中央銀行な、うん、中央銀行はできるんか、国が通貨発行するんか分からんけど、うん、もうこの謎の中央銀行システム、この、うん、国とか民衆とかからこの時間と金を奪い取るこのシステム、
もう永遠と利子が膨らみ続けるこの中央、謎の中央銀行システム、なぜ会場の。これまあ一回多分今回やめるわ。FRB は崩れるんで、まあ FRB なんか最たるもんで 100% 民間ですからね、あれ。なるほどね。うん、まあ皆さんご存知のようにね、あれ 100% 民間の誰かのもんみたいな話なんで。だからこれまあ FRB はもういよいよ、まあパウエルさんまだ利上げ継続しますみたいな話やってるからな。だから、あの人ね、やめる気ないよ、この利上げ。ああ、本当ですか。もう完全に俺は分かった。もうやる気満々ですね、あの人も。やる気満々、もう戦闘モードみたいな感じですか。うん、だから、あのね、表向きその物価が、はい、物価上昇率が 2% に収まるまでやめへんぞ、みたいな話やけど、まあ、当然 2% に収まることないんやけどな、はい、あんだけ金ジャブジャブ巻いてしまうと。はい、ただまあ、その、そういう話ではなくて、潰すまでやるぞ、みたいな。あなるほどね、もうお互い戦ってってことね。だから俺な、これ長期金利な、ひょっとしたら、次ひょっとし次もう一回、この9月やってその次もう一回 0.2 ぐらいやると、都合 5.75 とかなんかもうそんな変なところ 6% とかな。はい、でももうまだ計測じゃ 6% 超えてくる金利なんてあんのかよみたいな話になってくるんだけど、これ、はいはい、まあこれを買い続けてんのが相変わらずまだ円安状態、ドル円は円安と、まあ皆さん、はい、ご存知のようにまだ日銀買ってるよみたいな、はいはい、まあ、ドルを買い支えてるな。でね、はい、これさっきのまあロシアの人たちがなんで日本そんな戦争したがってんねんみたいな話と一緒で、うん、そのこのドルを唯一世界で支え、もうスイスもやめたしな、はい、うん、この支えんのだから唯一この世界広しといえど日本だけがドルを買い続けてる、支えてると、まあ、うん、させられてる、うん、女性と、はい、で分かりました、信じしますみたいな。でそれと一緒にまだその戦争を煽るやつらが残ってると、日本にね、なるほどね、若い残党みたいなやつな、まあ、うん、安倍派ですわ、安倍グループみたいなやつですよ、うんうん、あれがまだおるねみたいな、うん、であんなんが潜水、あの飛行機撃墜されたり潜水艦沈められたりね、いろいろやってるけどまだ残ってるから、あれなんとかせんと世界の人たちがちょっと目が冷たくなってきたみたいな、うん、なんで日本そんな戦争したがんのよみたいな。うん、まあそんな感じですよ今現状。現状は、うん、本当最後の最後まで日本残ったみたいな。なんででしょうね。出て行ったのにな。日本っていうのはなんかこびりついてんでしょうね。負けの負けっていうか負けの心っていうのがね、なんか残っちゃってるのかな。うん、まあなあ、でもまあこれ時間とともにね、みんなが分かっていくことになるんやけどな、もうそろそろ気づこうぜと思うよな、まだ気づかんもんな。あ、まあ日本っていうのはなんかやっぱり負けたことが相当 DNA として絆られてますね、なんかね、すごくね。俺ね、もうちょっと早冬眠から覚めるかなと思ったけど、まだ寝てるな結構。まだ寝てると、なかなか難しいですよね、やっぱり日本っていう国はそういう国だと。いい意味でもいい国なんですけどね、いい国なんですけど、いい意味で島で集団的な独占持っちゃってるからね。まあまあそういう話ではないよな、ちょっとあの信じてしろよみたいな、みんなでって思うよ、うん、まあまあまあそこをね、知ってても知らないふりをしてる部分もありますからね。ねえ、ね、だから本当、まあこれ、うん、まあ今から今日のテーマ始めるけど、もう信じる時代が終わってるんですよ、やっぱ知るっていうことがこれから大事なんでね。まあそれこそね、うん、今日のテーマにつながりますけど、二極化だったりとかで、その若者のほとんどもないですけど価値観の違いだったりとかっていうのもあるんでしょうね、そういったものもね。うん、だからね、これ、うん、宗教支配、要は2000年続いてきた宗教時代が終わるっていうのはここで、はい、やっぱ信じる時代の終わりなんですよ。うん。信じるのかな。うん、なんか、誰かが作ったその神話みたいなやつとかな。はいはい、都合よくこう作った宗教みたいなやつとかな。はいはい。っていうのを信じるのをやめて、やっぱ知るっていうことがまず大事なんですよね。そうですね。要は知らないと、真実を知らないと何も判断できへんでしょ、だって。うん、判断できないですね。無理ですね。本当、うん、元の一番最初のところが間違ってたら、もうとんでもない方向行ってまうわけでしょ。無理ですね。だからそういう時代ですからね、もうちょっと、はい、もうそろそろ起きようぜと思うよ。まだ寝てますみたいな。要は、今日のテーマ何？その今日のテーマ、さっきもちょっと触れましたけど、その価値観の違いっていうか、
まあ、最近の若者を見ててもそうですけど、まあ、元気な若者が多いなっていうところで、価値観ってやっぱりいろいろとあると思うんですよ。特にいるじゃないですか、頭が硬い人間が、頭硬い人がいるのと、まあ、その今の若者みたいな柔軟な頭の人みたいな、そういうなんか違うような定義って何なのとか、うん、あのね、この価値観的なものって、はい、ざっくり言うとその時代時代っていうか、その時その時っていうか、その要はなんていうのかな、うん、その大まかな大枠の一つのくぐりが100年200年とか300年とかな、まあ、はい、場合によっては1000年の時代とか、その時代が、はい、あの時代時代によってだいぶ違うんですよ、価値観的なものなんて、そもそもな、はい、でこの今その転換していってる、このなんていうかな、この新しい時代を迎える、まあ迎えてんねんけど、もう春来たって感じなんやけどな、うんうん、でそのこれはまあ大きな宇宙っていう天体の運行っていうか、その宇宙そのものの仕組みっていうかな、それのまあ変化っていう、うん、まあ、これね、うんうんうん、まあ太陽との距離がどうなるかとか、太陽系がどういう動きしてるとか、はい、天体の運行なんてあんねんけど、まあ今回のはまあ大きな本当、うん、もうなんていうかな、相当な、もう3000年、4000年、僕場合によってはそれ以上かなと思うんですよ。それぐらいの新しい春が来たみたいな。うん、今まで冬は建国時代だったわね、みたいなね。うん、まあまあ、それはいいんやけど、でね、価値観的なもんって、その、本当に200年、300年ぐらいかな、うん、ぐらい400年ぐらいのタームで、その時代ってその時代、時代によってだいぶ違うんですよ。うん、なるほど。うんうん、でこれね、目に見えてるもんってあるじゃないですか。例えば車、あの何やったっけ、建造物であったりとか、はいはいはい、何やったっけ、自動車であったりとか蒸気機関車であったり、何でもええんやけど、はいはい、目に見えてるものによってだいぶ違うんですよ、価値観的なもんでな。分かりやすく言うと、その例えばプリンみたいなやつは、プリン食べ物な、例えば、はいはい、うん、ね、はい、そのプリン自体がどうなんですかみたいなもんっていうのも、はい、例えば日本の平安時代の人とお話ししたときに、プリン見せたって分からんわけですよ、これ何なんか。いや、それはだって、うん、まあ違いますね、それはそう、全くそうですね、まあまあ、ちょっと変な話になったけど、大変な話ですね、確かに、はい、そうそう、だからその目に見えてるものとか、その形、物質的なものによって、価値観的なものって、時代時代ってだいぶ違うんですよね。触れてるものだったりとか、その環境だったり、育った環境だったりとかって、全然違いますね。そうそう、はい、だから前いつもの話でよって、認識できないものはないのと一緒なんで、そうですね、はい、価値観の基準の中に入らんわけよ、だからこれ、そうですね、基本的に人によって、それぞれ状況によっても、生きてきた中によっても価値観は全然全く違いますからね、はい、でまあ、大体人っていうのは、その価値観的なものっていうのは、はい、経験とか、そこに基づいてるんですよ、うん、そうですね、それはもちろんそうですね、はい、だから認識と経験なんですよね。で、そうですね、その認識と経験がないものは価値観の基準の中に入ってこないんですよ、これ、そもそもが。そうですね、そうですね。だからその価値基準的なものっていうのは、本当、前この動画いつも言ってるように、70億人いれば80億人いれば80億人みんな違いますよみたいな、それぞれの価値観が、自分の価値観を押しつけちゃいけないねっていうのはもちろんですよね。全部違いますよっていうのは、これ当たり前っていうのが大前提、当たり前ですよね、うん、でもそれでもやっぱりその世の中のその構造的なもんとか、そのシステム的なもんの、その、はい、ある一つの時代とか、ある一つの国とか、ある一つの地域みたいな、はい、この中のそのなんていうかな、価値体系、はい、まあ、これこんな感じでしょう世の中はみたいなやつってあるんですよ。はい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 、これはどうやって作られていってるのかって言ったら、一つの共同体みたいなやつですよ。共同体、ある地域ある国みたいな、はい、共同体の中のなんていうかな、しきたり、しきたり、はい、うん、民族、その、部族、民族部族のしきたりみたいなもんですよ。はいはいはい、日本版で分かりやすいと、世間みたいなやつですよ、はい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 。世間様はこうですから、同じようにしときましょうとか、はい、世間様はこうなんで迷惑かけないようにしましょうとか、あれも一緒ですよ、うん、その葬式終わった後に四十九日とかな。はい、なんじゃ、いっぱいあるわけでしょ、変なんが。うん、全てそういう、なんていうのかな、世間様はこうですからみたいな枠組みの中の話なんですよ。うんうん、でね、ある意味、ああいうのも結構、どちらかというと、その、なんていうかな、人を縛ってるっていうかな、
構造の一つの中に放り込まれてるっていうか、くぐられてるっていうか、そういう形なんですよ。ちょっと話がややこしになってきたけど、ちょっと一回、ちょっともう一回元に戻す、元に戻すというか、ちょっともうちょっと大きなとこからいくよ、あーちゃん。はい、ね、どうぞ、はい、時代によってある程度、その価値観体系みたいなやつっていうのは、その、違うわけな。はい、で、はい、それを結構司ってるっていうのはね、これね、僕最近ってわけない、3年ぐらい前から気づいて、だから僕、哲学書結構読むんやけどな。はい。欧州、ヨーロッパ、特にギリシャ、フランスとか、ギリシャ、イタリア、フランス、あと、まあ、ドイツもあるわな、はい、まあ、ロシアもあるけど、はい、まあ、あのあたりから、その出てくる哲学ですよ、結局。はい。はい、その、なんていうかな、その時代を、なんていうかな、その、ああいう、例えばルネッサンスもそうやし、ナポレオン戦争もそうなんやけど、今回もそうなんですよ。だから、はい、世の中が転換していく20年ぐらい前とか、15年とか20年ぐらい前にね、ああいう哲学書っていうのが出てくるんですよ。一大ブームになって世の中が変わっていくっていう形なんですよ、結構。はい、うん。まあ、元の一番根源はギリシャから大体始まってるわな。うん、アリストテレスとか、ね、ああいうとこから来て、で、まあ、中世ヨーロッパであったら、まあ、まあまあ、中世ヨーロッパっていうのは暗黒時代みたいなもんなんでぐっちゃぐちゃになっとったから、でね、はい、ああいう哲学書書くようなっていうか、ああいう思想を持ってて、ああいうものを本を書く人みたいな人って、暇な人なんですよ。はい。うん。民衆は奴隷なんで、労働せなあかんから忙しいやけど、はい、あれ貴族やからな、あんなこと書いてるみたいな。ああ、なるほど、なるほど、うん。暇な人。うん。で、暇な人は、今みたいにスマホもないし、ゲームがないから、うん、やることって言ったら哲学みたいなやつ、はいはいはい、思想に似てるみたいなな、はいはい、でまあそういうのが時代のちょっとなんていうか時代を司っていってるんですよ、結構ね見てると、はいはいはい、すっ飛ばすと中世ヨーロッパなんかはやっぱり、神が前提におるっていうやつだったわけですから、はい、キリストですわ、はい、キリストは大前提によってそれで全てが聖書をもとに世の中が構成されてると、はい、これは世の中の価値観ですよ、世界的にね、はい、でその近代ヨーロッパ に移っていくと、まあ、マルクス、ニーチェが出てきるの、マルクスが出てきるのみたいな話になってくるんですけど、まあ、あの辺りからどちらかというと神より人間の方が上だってわけじゃないけども、人間が全てをこう世の中を変えれるぜみたいな。なるほど、はい、だから人間がこう進化していってこの世界を地球を良くしていくことができるんだみたいな、はいはい、捉え方によっちゃ神なんかいらんよねみたいな、はいはいはい、うん、次行ったわけよな、はい、うん、でこれが何ていうかな、その実存主義みたいなやつかな、どちらかというと、はいはい、うん、だからまあまあ唯物論の激しさを増した実存主義みたいな、うん、はいはいはい、だから人が全てをこう動かしていけるんだみたいな、動かしていけるみたいな、はい、うん、それがちょっと前まで続いとったんですよ、はいはい、変な勘違いした金持ちがな、俺は神だみたいな、ビル・ゲイツみたいなのが出てくるわけですよ、いっぱいあんなんがな、はい、悪さするわけよ、はい、まあまあ思想はあんねんけどな、そういう思想教育っていうの、はい、でだからね、でまあそれが次終わってるん、終わって、で次どうなるのかって言ったら、その、今風の流行りの最先端の哲学みたいなやつでいくと、構造主義みたいなやつなんですよ、うん、はいはい、うん、まあ、あれ書いた人もどこの人やったっけ、あれもフランスの人やったかな、確かな、うん、うん、フランスの人で第二次世界大戦でナチスから逃げてアメリカ渡ってきましたみたいな人ですよ、名前忘れた、うん、レベストロースかなんかやったっけ、うん、あれがまあ構造主義っていうやつですわ。うん、で、そこへ次の価値観になってるんですよ、やっぱ。うん、やっぱね、ああいう哲学書がその先行って世の中がこう後からついていくみたいな。うん、流行り流行りみたいなやつよ。最先端のブームみたいな、そういう感じですよね。で、まあ、その今回の、その、何やったっけ、サルトルとか、ね、はい、あの辺をこう駆逐した新しい構造主義みたいなね、うんうん、新しい哲学なんですけど、これね、どちらかというと私たちにはもうそもそも抗えないものがあるんですと、そういう構造になってるんですと、うん、世の中は。で、これ宇宙の法則とかどうこうっていう話じゃなくて、うん、その人がその地域、その歴史の中にあったその地域、民族、風土みたいなもん、はい、この構造の抗えない中に私たちはもういるんだと、そもそもと。うん、どうしようもないものがあるんだと、はいはい、うん、でもこれがあるから、その治安なんていうかな、その倫理観とか文化的なものとか治安は保たれてるんですよみたいな話、うん、
なるほど、うん、だから歴史を正しく知って、そもそもはその私たちはどうやって生きてきたのかみたいなやつですよ。はいはいはい。でそのなんていうかな、そういう風習しきたりみたいな、うん、こういうこの構造が人々をそもそも縛ってるんですと、はい、うん、まあ縛ってるだけじゃなしに、そういう枠組みがあるから平和、まあそんなむちゃくちゃな争いもなくやってるんですよみたいな話、はいね、はい、ではその中でじゃあどうやって新しい道を開いていきましょうみたいなところのテーマですよ、はい、なんかこれ世の中相当になってるでしょ今、はい新しい時代、うん、そういうことなんですよ。だからね、なるほど、でも結局そのなんていうかな、その構造そのものを認め合いましょうってことです。ということは、うんうん、その民族とかその、はい、みたいなやつとかな、要は、はい、あの認め合うっていうことなんですよ今。だから他局か、うん、であって、はい、その独立自立ロシアが進めていってるな、うん、これ全部ここの流れと一緒なんですよ、はい、うん、だから黒い人も白い人も白人も黒人も黄色い人もみんな認め合うという世界です。認め合う。なるほど。いったね、中世ヨーロッパ、まあ中世ヨーロッパから近代にで、そのさっき言った、何やったっけ、実存主義みたいな哲学ってどっちかっていうと、うん、白人優位というよりヨーロッパ優位、はいはい、ヨーロッパの白人さんが大前提に組み上げられてるのさ、我々の文化が最強だと。我々の文化が最強で他はまあどうでもいいよみたいなどうでもいいってどうでもいいんですか。いやいや、どうでもいいというよりはそれを染めていくという、俺らの言うことを聞けと。なるほど。わかるでしょ、これが植民地であったりとか、うん、植民地であったりとか、なんかああじゃこうじゃ言ってくるでしょ、うん、まあそうですね、こうするべきだっていう哲学はありますな、ね、世界は西洋化していったわけですよ。西洋化という言い方ちょっと古い、欧米化、うん、動かしていったわけよな、うん、でこれがまあ一回バラバラになりましょうなりますよ、うん、ね、何の話だったっけ、価値観の違いです。それがなんか世界になってちょっとでかくなっちゃってどんどんでかくなって話聞いてましたけど、そうだな、大きいとこから話でいくからちっちゃい、大きいから大きい枠からどんどん小さくなるけど、実際話のネタとしては多分小さい日常のことなんだと思うんだ。それがあまりにも大きいとこから行き過ぎたからちっちゃいとこまでたどり着かれへんみたいなちょっと駆け足で行くと、まあ、ワープしてもいいんですけど、いやワープそうかほんだなワープポジティブワープして、はい、いやいや、でもな、その価値観的な話っていうのも今言ったようなところざっくりと分かってんと分からんのよ、うん、前提条件として、その要はなんだろうな、まあそのそれぞれに合った価値観があるんでしょうね多分ね、うん、いやいや、だからね、うん、例えばその、うん、例えば無人島あったとしようや、あ、はいはい、南太平洋の中にポツリと浮かぶ無人島で、はい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 、5人の男女が暮らしてますと、はいはいはい、裸でな、裸で、はい、2階の文明ね、はい、うん、でその人らと我々との価値観って 同時代でも一緒なんかって全然違う、全然違うはずです、はい、もちろん、はい、そうでしょ、はい、物の考えの価値観だってそれは違いますかって、うん、基準が違います。もっと分かりやすい言うと、無人島のそのなんていうか男女5人で暮らしている人だって通貨ないんですよ。確かに、まあだからそういったの現代に戻すと本当に50代と10代の価値観は全然違います。また話がどうなっていったかなこれ。うん。だからそうなったんだって戻ってくると本当に50代と10代でも価値観は違います。そうそう。ただね。ただ言えることは、あいちゃん今言ってたな、ちょっと俺話言うと、その同じ地域、同じ文化圏ですわ、うん、はい、同じ文化圏で同じ時代を生きてるんであれば、さっき言った50代と10代が価値観が違うっていうことは逆にありえないんですよ、うん、それおかしな話なんですよ。なるほどね、うんうん、だからあいちゃんが一番最初に今日の話で出てきた若者と年寄りの価値観が違いますねっていう話って非常に変な話なんですよ。あ、なるほどね、なるほどね、本来はね、うん、で哲学的にありえないんですよそんなこと。なるほどね、なるほどね、はいはいはい、うん、これから何なんかって単なる思考の問題と認識の違いだけの話なんですよ。うん、はいはい、だからあんまり価値観っていう話ではなくなってくるんですよ。うん、なるほど、ほうほうほう、うん、だからじゃあどうなんみたいな話していったら、今新しくなっていくって、これやっぱりね、老人が若者に合わせなあかんと思う。でもそうですね、全くその通りだと思いますよ。いきなり変なこと言い出したけどな今びっくりしちゃったけど、
ちょっとびっくりじゃないですか。でも、だって、ただその哲学から言うと、若者がこれから時代を背負っていくわけじゃないですか。それは合わせろっていうのは当然のことなんですよ。だって、置いていくんですか、皆さん、年老いは。そうなんですよ。だからね、ね、ちょっと今日面白い話だよ、価値観。人生曲線みたいなやつとあってね、ちょっとこれ、分かる？知ってる？人生曲線って。なんか聞いたことありますけど、ちょっと詳しく教えてください。はい、他の国は、ダサンはロシアなんかもあるんですよ。で、はいはい、ロシアなんかとかな、あとパプ、はい、アニューギニアの人の人生曲線なんかも調べたんですよ。はい。これは今日省くわ、また今度やったぐらい。すっごい、はい。でね、この人生曲線を知ると、大体その民族の考え方が分かるみたいな。ほう、なるほど。なるほど。うん、でね、ちょっといくで、アメリカ人的な人の人生曲線ってどうなってんのみたいな話をすると、はい。山、ここ。山、こうなんですね。こう登っていくって感じなんです。ああ、なるほどね。こんな感じ。あ、こう山。だから人生の楽しさのピークみたいなのが40代、50代ぐらいのところがピークになってるんですよ。なるほど。人生の楽しさのピークというより自由度っていうかな。自由ですよ。なるほどね。子供の自由、思想の自由ね。はいはいはい、なるほどね。その子供の時にはどちらかというとこう、なんていうかな、制限をすっごいかけるんですよね。うん、なるほどね。で、それだんだんこう自由度が上がっていってきて、40、50で思想も子供に超自由のピークが来ると、うん、その自由度がふーっとこう低くなっていくってことなんです。なるほど。おじいちゃんおばあちゃんになるにつれてな。じゃあ、そうですね。これがアメリカっぽいんだけど、日本の場合ってこの真逆なんですよ。この U の字みたいな人生曲線してるんですよ。U。英語の U の字。30ってその下の方行くってことですか？そう、人生曲線っていわゆる自由度であったり幸福度みたいな話ですわ、これ。うんうん、でね、日本の場合、その、おぎゃーって生まれた時が一番その自由度が高いっていうか、幸せ度が高いっていうか、うん、要は3歳、4歳ぐらいまでの話ですわ。みんなに可愛がってもらえて幸せね、みたいなやつよ。わかる？制限のない感じな。でな、だんだん40歳、50歳のピーク、アメリカとの逆のピークに向けての人生曲線が下がっていくわけ。変わってんな。わかりやすいんだら、自由度がないとか、何にも言えないとかな。はいはいはい。なんていうの？縛られてしまうとかね。そうそうそう。一番かつ、なんかこう、油ノリノリの時にこう、縛られて、がんじがらめに。で、その老後、引退した後、は、はい、人生曲線が上がっていくみたいな。またくくって上がってくって、なるほど、面白いな。面白いでしょ、これ。でも、なんでなんですかね。おもろいっすね。これ、うん、だから、これが世間なんですよ。うん。はいはいはい。構造なんですわ。で、これって意外と誰かが決めたとか、そういうもんじゃなくて、なんか風習的にそうなっていったみたいな。風習的にね、なるほどね。わかる、なんだ、これ面白いやろ。おもろいですね。それは今のは面白いですね。でも風習っていうか、まあ、まず海外、アメリカと日本でここまで差があるんだっていうのがびっくりしたのは1個ありましたね。うん、だから40代、50代の油ノリノリの人らがこうなんか、みたいな感じで、やるやん、あれよ、あれ。ねえ。日本真逆みたいなな。真逆、まあ、でも分かるんですよね。でもね、なんか海外に関しては、その、年取った方が自由度っていうか、やれる可能性がどんどん広がるけど、日本は30、40、50だともう生活に入って縛られてしまうっていう、うん、価値観が多い。要は家族に縛られるとか、うん、要は世の中の一般ですよ。一般的な層が、やっぱりそういう、うん、その家族に対して一緒にやんないといけない縛りという部分。でも海外って、その家族っていうのが、その一つの人生としてのパートナーというか、うん、プラスな意味を取ることが多いじゃないですか、アメリカとかって、うん、日本と違って、やっぱりそこが違うんだろうなってのはすごく感じますけどね。まあ、中国人の人気性曲線も今度教えたぐらい面白いよ。ああ、中国人こんなんみたいな。それってあれなんですか、検索すると出るんですか、人気性曲線。まあまあ、いろいろ調べてみ、面白いから、そういうの。ああ、分からなくても調べてみますわ。データ素質はあるんですね、そういう。あるある、面白いな。へぇ、おもろいな。人類学者みたいな人な。まあ、日本の人類学者はそんなこと調べてるとおらんわ。うん。あ、でもそれ結構それはあれだな、映像制作にも役立つな。ちょっと調べてみよう。そう。うん、人類学やってる人って結構おもろいこと調べてる。人類学って面白いですけど、人間の発想とか構築とか考え方とか構築とかっていうのはやっぱり
すごい見てて面白いんで、ちょっと調べてみます。だから今日はまあ価値観の話になって、あとちょっとやって、まあ、もう時間だからもうね、こういう人間の価値観的なものっていうのを探っていくっていうか、考えていくと人類学みたいなところになってくるんですよ、やっぱどうやったってこれな。はいはい、まっちゃんの今日の答えって何なんですか。その時間もおっしゃってるので先にそう聞いていきますけど、その価値観の違いについて、まっちゃんがしたい一番なんか思って伝えたいことって何なんですか。なんか分からなくなってきた。どういうことですか。いやいやいや、ないって、だってそれはまっちゃんだけの定義はあるんですよね。え、まっちゃんだけの定義はあるんですよね。こうあるべき、こういう、それはさっき言ったように、要は年寄りが若者に合わせるのが定義ですか。まあ、だからこの価値観的な話でもう、ぞ、ちょ、やっぱり俗っぽい方行こうか、あんなら。いいですよ、まず行きましょう、行きましょう。だから何に重きを置いてくるかっていう世界を結局な、多分な。まあまあまあ、そうですよね。それは何が価値観として重要かって、そういうことですね。だから大前提はまず何に重きを置いてますか。これは多分な、まあ、俺またちょっと先、あなた先行き過ぎてるんじゃないのって言われそうやないか、やっぱ信仰みたいな話になってくるんですよ。信仰、まあ、それはまあ神とか信仰とか、まあ、それはそうでしょうね。神への信仰じゃなくて、もっと見えないものへの信仰ですよ。漠然として見えないものへの信仰。いやでもあれですよ、自分のもつ、あの、なんかいわゆる日本人っぽく言うと誇りとか、誇りその栄誉とか、そういう自分のも生きてきたきらみで得たもので譲れないものとか、そういうものじゃないですか。違うんですか。それってただの自我。でも結構でも自我の影響って多くないですか。いやもう愛ちゃん、それ古い人の話やわそれ。あ、そうなんだ。いやでもね、本当にそのね、古い人の考えの人の自我がね、多すぎるわけです。じゃあそれ、一昔、ま、今今日見てると多分、愛ちゃん、あなた何回やってんのよ、これってみんな思ってたと思う。あなた前の人ですよ、それ。前の人ですよ、やばい、ひょっと。だから、それはないよ。だよ、うん。だから、価値観みたいなやつってね、結局その自我の中にあるものではないですよ。あ、なるほどね。なるほどね。全然違う。ただ、欲求とか欲望みたいなもんっていうのはあれはあるんです。これ自我じゃないと捉えてもらってもいいですよ。欲求みたいなもんって原動力なんで、はい、そもそも人。なるほどね、なるほどね。水飲むとか食べるとか寝るとか、それそうだから。うん、まあこれは面白いね。面白い。だから一つはやっぱ信仰みたいなやつです。目に見えない信仰ですわ。ね、で、はいはい、まあ大事にするものな。で、次も二つ目がどちらかというと、そのなんていうかな、やっぱ心穏やかに生きるみたいな。そうね、心穏やかにできない人が多いですね。だからがさっき言った名誉とか何やったっけ、何て言ったっけ、名誉、誇りとかって、そんなどうでもいい話じゃないですか。そのもっと手前のやつ、プライドとかね、そう、全部どうでもいいやつじゃないですか。うん、どうでもいいし、揉め事の元みたいな。なそうそうそう、結局そうそうなのと思います。揉め事の元ですな。はい、だから信仰があって、でやっぱり二つ目が穏やかに生きるということですよ。はい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 、はい、これが価値観ですわ。大事価値観ですね。はい、あ、心穏やかってやつですわな。はいはい、三つ目がなんやろな、やっぱり、その心穏やかに生きるための自分への責任感みたいなやつですよ。はいはい、これぐらいちゃうかな。これ自分で全部完結できる範疇なんですよ。だからやっぱり、その、なんていうかな、目に見えないものとか、そういうものを、信仰的なものを理解した上で、心穏やかに生きていきたいね、と思ってる。で、どうすればそれがみんなできるんでしょうね。学ぶこと、それ何を学ぶんですかね。心理を。だから目の前のことを学ぶことは多いけど、その心理を学ぶ人はいないか。確かにな、物事の本質はな。いや、だからそっち先行かんと、あとどうにもならんでしょっていう話を、そうやってるわけでしょこれ。そうなんですけど、本当にほとんどの人がね、目の前のことしか学んで、その心理っていうか、もともと根っこの部分のところ、っていうことを学ばない人がほとんど多いなっていうのは感じてます。だから例えばで、その金儲けを学びますと言って一生懸命やってな、
お金持ちになったってね、幸せになってならへんでしょ。いや、そもそも僕はお金持ちじゃないのであれですけど、でもやっぱり金持ってても顔が死んでるやつなんて世の中いっぱいいるじゃないですか。わかるやろ、心が生きるのがもう。わかる、どう考えても、要はすごい資格持って、すごい栄誉なことやってるはずなのに、誰か顔が、パワーがないって人いますよ。医学の世界でもそうじゃないですか。なんか、なんとか号とか、なんとか賞とか、なんかいろいろと賞を取ってる医学的な先生ですら、表向きではなんかすごい感じだけど、実際、よくよく見ると死んでるよな、この人なっていう人は多いですよね。だからね、名誉でもなけりゃな、地位ないんですよ。で、それありじゃないか、誇りとかプライドみたいなレベルの話ですよね。そう、人間そっちに行くんですよ。だから私は誇りが大事です、名誉が大事ですって言うとったらそっち行ってまうわけでしょ。そんなくらなのに不幸な道直線に行ってまうわけでしょ。不幸ですよ。いや、私の価値観として一番大事なところに据えてるのは穏やかに毎日生きることなんですって言うとったら全然違う方向じゃないですか、これ。そっちの方がいい人ばっかり集まってきますよ。でね、穏やかにしてる人とこにはね、また集まってくるんですよ、いろいろと。俗っぽいのがいいから、俗っぽい話したけどな、今日。いや、その方が分かりやすいっすわ。だから、1日24時間っていうのも、これ、まあ幻想やねんけどな。本当は違うんやで。本当は違うんやけど、まあ今日、俗っぽいとこ行かんと、また長なってまうから、まあ一応、まあみんな24時間ですよ、と。時間は共通ですよ、みたいなな。はい。一時間ともう終われへんから、今日はな、これも。本当は違うよね。はい。時間なんて本当は有限じゃないからな。まあ、それはええんやけど、まあ一応、定裁として24時間となってるわけなんで、ただそれをね、どういうものにするかっていうのは自分次第みたいな話になってくるんですよ。穏やかな時間にするのか、そうじゃない時間にするのかは自分次第みたいな。で、長いよねってするんか、いや、超短いよねってするのも自分次第みたいな話ですよ。全部自分次第じゃないですか。結局毎回そうなりますねみたいな。毎回自分次第じゃないですか。自分次第って話じゃないですか。おっさん、ちょっともうちょっと、もうあれやな、おっさん、もうちょっとなんとかしてよ、もうちょっとはっきりと言ってよみたいなってしか言われても言いようないねん、これしかな。だから、その価値基準っていうのは、その価値基準。いや、価値ね、価値観な。価値、まあ、これはもうその見た世界、認識してる世界とか見たことのない世界は認識できへんとかいろんなことがあるんで、これもいろんなことがあると思う。なるほどね。それぞれ違う。ただ、一番大事に据えとかなあかんのっていう、まあそこじゃないのみたいな話を今日したかっただけですよ。穏やかに生きるみたいな。まあ、穏やかに生きるのはその通りだと思いますよ。みんな切羽詰まってるから。だからさっきの人生曲線、月曲線じゃないけど、なぜこう鍋底になるんでしょうかみたいな。あのね、みんなやっぱりそうだから、やっぱそういう人からいた場合はそういう人から離れるしかないよね、本当にね。本当に価値観が違いすぎるから、自分から離れるしかないねって思いますよ、やっぱり。まあ離れる必要もないけど、まあ別に付き合う必要もないし、みたいな。まあ、今時代の変革期なんで、まあ、こんな感じなんですよ。ね。で、どちらかというと、さっき言った人らは、なんで新しくなっちゃった人らは、まあ、その人らでまた仲良くやっていってね。で、まあ、なんていうかな、入ってくる扉みたいなも開けといたけど、玄関開けといたけど、いつでもおいで、みたいな。気づいたら来てね、みたいな。なるほどね。なるほどね。そんな感じ。気づいたらいつでも来てよ、みたいな。入れてあげますよ、みたいな。そんな感じ違うんかな、これな。そうね。だから、若者と年寄りが価値観がどうこう、みたいな話ってないよ。あ、そっちじゃないですね。なんか今のその若者と年寄りの価値観というよりか、また別次元の価値観な気がする。そんな話ないって分かるでしょ。それは分かります。そこじゃないですね。そこじゃなくて、そもそも持ってる価値観の定義が分かっている人と分かってない人の違いですわ。多分今日の話はなんかちょっとぼやっとしてるけど、見てるとそうよねと思ってると思う。それはもうこれは若者とかの年代とか関係なく、そもそもその人がちゃんと学んでるかどうかの違いだから。学んでれば、だってその価値観の違いとかそういうのって、あアホっぽいなと思うこともありますもん、やっぱり。
だから愛ちゃんが言ったその名誉とか誇りってアホっぽい話の部類なんですよ。うん、アホっぽい話なんですよ。だから逆にそうなるとくだらないことなんですよ。うん、価値観とか言わない違うやろみたいな話ですよ。そうそうそう、偉いとかそんなの関係ないんですよ。それは肝心に怒ってるんですよ、本当にその価値観って。だから地位とか名誉みたいな話ってただ単にあなたの満自己満やろみたいな。そうそうそう、ただ単純に自己満にただ言いたいだけで自分を守りたいだけでしょうみたいな話なんで。やっと分かった、うん、愛ちゃん。あ、分かった分かった分かった。だから今日も愛ちゃん一つ勉強だったな。大人になりましたよ。でもでもね、現状仕事やってるとそういう大人が多すぎる。うん、愛ちゃんは今日もまた神に一歩近づきます。神か。分かんないですけど、ただ分かるの分かったのはやっぱりそこは変な思考で、なんだろう、うん、だからね、まあ、今日は価値観の話になったけど、はい、こういう物事って何でも他の話もいろいろあんねんけどな。俺の、はい、僕いつもこの話動画でやる内容ってやっぱり元の根源みたいなところに行くんですよ、どうやったってな話。うん、原理原則ね。はい、いつもそうなんです。だからどうやったって抽象的な感じになるんですよね、うん、でもそれをこうだん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 またズームアップして細かくしていって今に持ってくるとこうよねみたいな話。難しいですよ本当に。だからね、何でもそうなんです。事の断片だけ切り取ってこうだこうだ言うたって話が進まないんですよ。ちゅうか、まあまあまあ、とんでもないとこ行くんですよ最後は。うん、うん、だから心理的なこと、心理的なもんとか、その人類みんなに共通する一つもののテーマみたいなやつで、最後は一つぐらいしかないんですよ、大体。まあ、一個のものから派生して、枝分かれして、結局定義ができてきてるからってことでしょ。そうそう、だから、原理原則を守られればいいだけの話なんだけど、みんなその抽象的な先のことばっかり学んでやってるから、抽象的な話に具体的な枝葉のとこばっかりあるわけ、一緒に。ああ、枝葉を学んじゃうから、その原理が分かってないから、それは失敗するよね。家庭には葉っぱだけの話してるみたいな。それはうまくいかないですよ。だから、根っこがね。根っこのことを知らないと根っこから栄養を取るんだから ね、 でね、僕はいつも目に見えてる世界と目に見えてない世界っていうのもここでね、木の根っこって見えないんですよ。いやいや、うんうん、見えない、うん、見えないでしょ。見えない、あれ張り巡らされてるんですよ、長いね、根っこがね、うん、そこを理解して考えないとダメなんですよ。物事全部そうなってるんですよね。え、うん、うん、だから見えない世界っていうを理解するってそういうことなんですよ、うん、なるほどね、うん、まあ、見えない世界ほど答えがありますからね、要はね。いや違う違う、答えは元ですよ、元。あ、根っこ、だから根っこって言うでしょ、はいはい、問題の根っことか、はいはいはい、何かの根っこって言うでしょ、はいはいはい、根っこを語らんとやったって。で、まあ、まあまあ今のね、政治も金融もぶっ壊れますけど、まあカウントダウン入ったけどな、まあ日本の政治もぶっ壊れるけど、結局ね、これなんでうまいこと全部がいかんかったかって言ったら、根っこの部分を考えて根っこの部分を改革改造せえへんかって、なんか枝葉のとこだけ適当にこうやっていじくっとったから、なんかだん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 海が溜まってきたみたいな。そうそう、だから根っこのとこいじ、根っこいじんないで、その枝葉のところばっかりやったらそれはいいものになんないよ、これは、うん、そうでね、うん、今回のこの価値観的な話にまた戻るけど、大転換っていうのはその根っこから抜きますよみたいな。今回な、このグレートリセット根っこから、だから本当に最初の部分なんですよね。もう最初の部分が全部ずれていくんですよ。そうそう、全部が、うん、だけどその最初のところを皆さん、なんだろう、後回しにしちゃってる人が多いよね、うん、だから宗教的なもんもね、結局そうなんですよ。仏教もそうでね、うん、で元はお釈迦さんがな、ちゃんと宇宙の真理みたいなのを語っとったのに、うん、はい、なんか知らんけど、そこからいろんな宗、イエス、キリスト教とかユダヤ教を混ぜたわけよ、仏教にな。で、混ぜてなんちゃら宗とか、中国行ったり、日本行ったり、あっちゃこっちゃでいろんな宗派が出てきて、はい、なんか人々を縛るようなものになって仕上げていったわけよ、だんだん。はい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 。これ、どこの宗教も全部一緒なんですよ。うん。ねえ。だから、その、いじくり倒された、手垢のついた宗教を見て価値観言われても分かりませんみたいな話になってくる。分かるやろ、愛ちゃん。うん、言ってること分かりますよ。うん、だから あくまで仏教、なんていうかな、仏教的なもんって、元の根源は宇宙の真理を説いてるんです。宇宙の真理というか、この世の真理みたいな話ですよ。うん、また皆さんにとっては上の方行ったって。
また上の方に行ったわまたこのおっちゃん上の方行ったわって言われますよまあまあでも間違ってないんですけど、うん、なんかところどころ羽生えて俺飛んでいくからそう飛んでいくから戻っておいでって言って止めようとしましたけど、まあまあいつものことだよなと思ってきますけどあのね僕ね、はい、飛んでる方が居心地ええのよだからこう飛んでる時はこう僕も上からこう見てうん飛んでるなーよし終わったら来るだろ戻ってくるだろうと思って見てますからまあでもね、でも本当にでも宇宙からね、はいはい入りますから、根っこの部分を見てる、その一部分しかないんで、我々は。それは、その通りですよ。うん、だからな、その、まあ、ありとあらゆる構造的なもんとかな、自然的なもんとか、世間的なもんに、はい、ね、はい、うん、されるよね。そんなもんに縛られない生き方って、結局な、元の根源理解する、じゃあ、それ何なのかって言ったら、心穏やかに生きます、私はって決めていけると。うん、私は心穏やかに生きます、また根っこを勉強、根っこを、そうそう、根っこを見ましょうみたいなね。知りますと。で、だから皆さん、変な邪魔しないでね、みたいなやつ。うん、私も邪魔しませんからね、みたいな。まあ、原理、だからやっぱり原理原則が大事なんですよ。本当に全部において、うん、なのにみんな原理原則を変に変換してる部分が多すぎる。だからまあな、今日最後にしょ。で、あの自我的なもんを価値観の中心に置くとな、はい、自我的なもんな、さっき言った名誉とか何やったっけ、プライ、プライ何やったっけ、誇り、うん、こんなもんをその価値観的なものを中心に置くとどうなるかっていうのをちょっと最後だけ言うと、悪魔に憑依されんのよ乗っ取られんのよ悪魔に、うん、本当に、ね、構造的なシステム的なその悪魔のささやきに全部乗っ取られてまうわけよ、うん、それはもう、うん、っていうのはその心の穏やかさもそうやけど時間も吸い取られていくわけよ、うん、そう、ああ、もっと働け、もっと働け、もっと働け、もっと税金払いって追いかけて、そう結局そうすると本人的に言うとそれが攻撃的な発言になっちゃうからね。でそれをやり続けていって俺何やっとったんやろみたいな、うん、そんなやつはミッション達成できないしね。ただそれは正直空振りっすわ。これ最後で分かりやすかったやろ今のはもう切り抜いてアップしてもいいぐらいのレベルっすわ、ほんま、うん、悪魔に憑依されんのよ俺。いやでもね、それを見てもう落ちぶれてる人っていうか、あ、この人ダメやんって人は多く見てる。うん、うん、世の中いっぱいいる、それはすごく思う。うん、分かった。いやー、おっさんまた閉めたぞ、今日これいいっすね。今のとかよかったっすよ。いや、でも、それは本当にね、本当に腑に落ちますよ。うん、そう。この通りだと思います。それね、だって、正直それって別にね、何ちゃんと勉強してる、医学を勉強してる人でもそれを、過ちを犯してる人多いですからね。本当にこの悪魔に憑依されるって言っても、うん、悪魔が乗っ取るって言っても悪魔が悪いんじゃないんですよ。よく考えて、自我やから。だから例えば愛ちゃんが言ったけど何やったっけ、誇り栄誉でしょ、うん、名誉と誇りを欲しいって自分が望んだわけでしょ。うん、そうそうそう、だから与えてあげますよって寄ってくるわけでしょ。うん、与えてあげるけどこれしてねって言うわけでしょ。うん、あ、そう、クレーンやったら俺やるよみたいな感じになっていくんですよ。うんうん、分かりやすいやろ。分かりやすいやろ。うんうん、その代わりこの名誉を上げます、名誉と地位を上げますから、あなたはこうしてくださいよ。で足かせつけられるわけ、ガシャガシャって。うん、そうすると分かります。だから苦しくなるんですよ。最終的にシューボンって言って奈落に落ちてくるわけですよ。これ徹底的にそれがもう確定なんですよ。確定的な法則なんですよ。見てると。これは、うん、心理の問題、心理学の問題です、これね。うん、心理学よな、そうよな。もう悪魔ってか、うん、すごい賢いよ。本当に賢い。まあ、これだけ切り抜いて、Facebook に先にアップしておけばいいかな。もうこれおもろいよ、ば。だから俺みたいにな、うん、俺みたいにたまに飛んでいくやつにはな、悪魔も寄ってけへんの、あんまり空飛んでいくからすぐ。いや、だからこそ自由に自分の好きなことができるんだけどね。だから結局で、ね、悪魔が進みついてるほど自由なことなんでできなくって、縛られてミッションのためミッションのためミッションのためなんだけど崩壊して、あらら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 。だからね、
悪魔からこれあげますよって寄ってこないんですよ、うん、これは間違いないんですよ、はい、自分が呼んでるんですよ勝手に。そうで自分が苦しんで人にそれを人に攻撃しちゃうからね。こういうふうに私はなりたいですよって言ったの。そう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 。じゃあそうしてあげますよって言って。やっぱりその理屈だよな。やっぱりそうよな。そこだよな。そうそう。だから、まあ、愛ちゃんいつも俺にこんな言うけど、いつも最後は自分ってなるよねって言うけど、それしか最後、また今回も同じなんですよ。だから勉強しようよ、もうちょっとみんなみたいな。まあ、勉強しましょうって。勉強するのは自分で選べということで分かりました。はい。何か今日、よかったな、悪魔。悪魔って表現はね、ちょっとね、面白いっすわ。まあ、面白いって言うけど、これ、元の根源にあるのが結構悪魔ですよ。まあ、人間、人が変わるのもね、悪魔ですからね。物事のね、そのなんか根源、まあ、善悪っていうわけじゃないけど、悪魔的なもんってあるんですよ、やっぱり。あるね。うん、だでもね、悪魔って全員いるから、ちゃんと頭、心の中には。いるんだけど。見えないもんなんやけど、それを。いるんだけど、そうそうそう、それをどうするかは人それぞれだよね。いや、それを作ってんのが人間なんですよ。ああ、なるほど。悪魔を。分かったやろ、これで。はい。もう時間的にもう9時過ぎてるんで、やめます。それを増幅してんのも人間みたいな。もうね、もうその通りすぎて、言えないっすわ。うん、ちょっとええ話だと思うけどな、これ。最後すごい、いつもなんか最後はどんどんよくええ話になって、中のやつはうちに飛んで。まあ、まっちゃんの場合やっぱりおもろいな。真ん中、いつも真ん中だけがね、どうもね、あの宇宙に飛んでるんですよ。最初なんかやってるじゃないですか。で、宇宙に飛ぶ、またシューズがあるっていう、だから、やっぱアメリカ式ですわ。いや、だから、いつもこの動画やるとき、俺いつもな、一回神様の声を聞いていく。なのでね、一回天に上がって、こう、神様のこれをやってから、こう、下に戻っていくってことね。これはせんけど、まあなんか頭の中がこう、上の方へ行って、聞いてきた。ああーって飛んでいってから、こう下がってくるってことね。なのね。はいはいはい。聞いてきて、あ、こう言え、こう言えって言われてもらった、パスタみたいな。おもろい人だやっぱり。まあそんなことで今日はこの辺で、はい。はい。